電線管により施行された工事電線管は電線を収める金属性あるいは合成樹脂性の管状の伝説資材であるケーブル工事においては外装を保護する保護管として用いられる電線管は電気の伝送に用いられる電線を収納し保護する役割をしている電気設備の技術基準の解釈において低圧の屋内配線、屋速配線または 屋外配線の方法として定められている合成樹脂管工事、金属管工事及び金属化と雨天線管工事では屋外用ビニル絶縁電線を除く絶縁電線を用いることとなっている。絶縁被覆の上に保護被覆を持つケーブルを収める場合はケーブル工事となる。露出配管ではサドルなどの配管支持材を用いて構造物に固定される。また、 配管指示用の傾向を利用することでより自由度の高い配管工事ができる。電線管への電線の通線、電線管の曲げ、ねじ切り、接続は電気工事士でなければ行うことができない。厚鋼電線管の観光。ネジを切ってあるネジなし電線管の観光。ネジがない金属製の電線管で屋内、屋外を問わず広く利用されている。金属管とも呼ばれる。 可動性がないことから、配管の曲げを作るには、パイプベンダーを利用するなどして、金属製電線管そのものを曲げるか、あらかじめ曲げてある、付属品のノーマルベンドを使用する。ジス C8305 で規格化されており、次の3種類がある。定着は3.66メートルである。厚鋼電線管、薄鋼電線管とも管の両端におねじを切り、電線管相互やボックスとの接続が行われる。 電線管相互の接続は両側がメネジとなっている専用のカップリングを用いられる。露出スイッチボックスや丸型露出ボックスには接続部にメネジが付いており、電線管を直接ねじ込んで接続される。分電板やブルボックス、アウトレットボックスなどへの接続はノックアウトを開けてロックナットで挟み込んで固定される。厚こと薄こでは ネジ山の形状が異なるため、径が近しい部材であっても併用はできず、それぞれに専用の付属品が必要である。一方、ネジなし電線管は、管の側面からビスで締め付けて接続する専用のカップリングやボックスコネクタが用いられ、電線管同士の接続やボックス類との接続の際に、管にネジを切って接続するという方法に比べ、省力化が期待できる。 ただし、ネジ山がないため、防水性で劣るなどの欠点もある。ケーブルや弱電線を収める場合には、金属管工事とはならないため、厚鋼電線管や薄鋼電線管であっても、適合したサイズのネジなしのカップリングや、ボックスコネクタなどの付属品を用いた工法とすることができ、省力化が図ることができる。ライニング鋼管構成電線管を合成樹脂で被覆した。 電線管であり、JISC8380 ケーブル保護用合成樹脂被覆交換で規格化されている。規格の名称はケーブル保護用となっているが、電気用品安全法に適合した製品であれば、絶縁電線を収める金属管工事に用いることができる。PLP 管とも言う。ライニング加工の分だけ外形が大きく予備サイズのままの固定金具では、 ライニング被膜を損傷することがあるので固定金具のサイズ検討が必要である二種金属製化と右線管構成電線管とは異なり可動性があり管を自由に曲げることができるエキスパンションジョイントの付近や振動する電動機への接続といった電線管が金結できない部分で用いられるほか金属管と併用されることが多く分電板や 機器の付近まで金属管で配管し、加藤管で接続するという形で使用される。JISC8309 で規格化されている二種金属製カとウ電線管や厚厚電線管のサイズのものがある。単に加藤管とも呼ばれる。JISC8411 で規格化されており、細分すると次の2種類がある。ポリエンカビニル製の加藤性がない電線管で金属管と 同じく屋内、屋外問わず広く利用されているほか、ポリエンカビニル製のため腐食に強く、地中埋設電炉における管路としても用いられる。配管の曲げを作るにはバーナーで炙り管そのものを曲げるか、付属品のノーマルベンドが用いられる。i s C8430 で規格化されている。管の記号は VE で、内径に近しい偶数の予備形を合わせて表される。 定着は4メートルである。ありがとうございます。